日田トンネル、日トンネル、日だトンネルは、岐阜県の菱川井町と、大野郡白川村との間にある、東海北陸自動車道のトンネル。全長は1710メートルで、道路トンネルとしては、山手トンネル、首都高速中央環状線、関越トンネル、関越自動車道に次いで、日本国内3位、世界でも12位の長さである。長大トンネルとしては、 九州自動車道の日後トンネル同様、トンネル内に県境がない。また本トンネルは暫定に車線で開通しているため対面通行であり、さらに下り線、小矢部、都並方面では、下り勾配により、速度が増すため運転の際は特に注意が必要である。国道360号阿毛峠は、福音教唱で急カーブや急勾配が続き、 一年の約半分が冬季通行止めであることに加えて下記であっても崖崩れなどによる通行規制が絶えない。高山方面から世界的な観光地である白川郷、五輪山方面へ向かう観光バスなどは一旦昇川は IC へ向かい、そこから国道156号を北上するという大回りなルートの選択を余儀なくされていた。 日トンネルは単に高速道路の一部というだけではなく、そういった山岳地方特有の問題を解消する役割も担っている。トンネルは断面積十六メートルの先進港、避難港と道百三十メートルの本港で構成され、ルートについては、氷川 PA と白川号 IC とをほぼ一直線に結ぶ、もみぬか山、標高千七百四十四メートルを貫くコースと、 なっている。またトンネルには換気率口がなく、車道した工事場を掘った作業口がある区間ではそれを換気口として、利用に換気口が設けられている、長大トンネルとしては、世界初の選択集中排気式立流換気システムを採用。なお、工期に間に合わずまだモルタル吹き付けのみのところが、残っており数年後に、もう一度施行し直す予定がある。 もみぬか山はそれまでトンネルの草削例がなく、ボーリング調査もほとんどうまくいかなかったためまさに、蓋を開けてみるまでわからない状態で工事が開始された。最大土かぶりは1000メートルを超え、水圧は5.4 55kgf センチメートル、最大有水量は毎分70トンになるなど、青函トンネル以上の数値となり、刻々と変わる地盤と相まって、 建設開始当初の予想を超えた難事になった。その過酷さを証明するかのように投入されたトンネル掘削機、先進港に直径4.5メートルのアモータロー、フルシールド型、本工用に同12.84メートルの夢アモー2000、改良オープン型のうちアモータローについては幾多の水抜き港を設置し、カッター部分を改良しながら掘削を進めてきたが、 貫通まで残り310メートル地点で度圧により潰れて停止してしまった。シールド部分が破壊されもはや修復不可能の状態であった。その後、今後の掘削に関する委員会が開かれ、トンネル掘削機が使用できなかったかところは、ナットム工法による掘削を行った。なお、アモータロウの側壁部分はトンネルの一部としてそのまま残されることになった。 このアモータロウが掘り進んだ、避難港の掘削データにより、本港の夢アモー2000も、軟弱地盤に渦もれるなどしたが、危険に阻まれながらも何とか掘り進んだ。その夢アモー2000も貫通後に、アモータロウとほぼ、同じ場所で土砂に渦もれてしまい、外角がトンネルの一部分として山中に残されている。本校の貫通後再び貫通点での崩落など、異常事態が発生し、それが、 二重工事の遅れにも波及してしまう。その結果、現場の切実な声に、中日本高速道路株式会社は2007年度末としていた、開通時期を変せざるを得ない状況になってしまった。なお、本トンネルは、入り口間の高低差が、約214メートルあり、白川村川から菱川へ2%の上り勾配で、ある。試行時の排水や、 菱川高校の交通が不便であったことを考慮して、当初は白川村川からのみの掘り予定であったが、前述の難工事ゆえ迎え掘りの必要に迫られ、菱川から下り勾配での突っ込み思考を急遽行ったため、両側での掘削開始時期が異なっている。前述の通り当初の開通予定、当初は2005年に愛知県で開催された愛、 地球白前の完成を予定していたより3年9ヶ月、延期後の開通予定からもさらに3ヶ月余り、遅れての開通となった。総事業費は約1、0円。これら一連の土木市場を稀に見る、難工事にもかかわらず、同様に難工事であった青函トンネルや暗房トンネルと異なり死亡事故例を達成している。工事開始時には、 上を通る阿毛峠から名前を取って、阿毛トンネルという名称がついていたが、同じ日田地方にある阿望トンネルと紛らわしいとの指摘が、岐阜県知事からあり、工事開始後という異例のタイミングで、非トンネルに改名された。トンネル掘削機の阿望太郎、梶原拓、当時の岐阜県知事が、命名と夢阿望2000。一般公募による命名は、旧正の阿望トンネルから名付けられたものであり、 工事終了までそのままの名称で使われた。ヒトンネルを含む引き読み IC、白川号 IC 間は、大距離料金型区間に比べ1.6倍で、設定されている、日が特別区間。ETC 無線通信による通行車両は、普通区間と同等料金に値下げされる、2024年331日まで。2011年。 平成23年8月1日から2014年、平成26年3月31日までの期間、関越自動車道の関越トンネルや、中央自動車道の稲山トンネルを含めた3区間で、すべての車種、現金、ETG 問わずで、普通区間と同等の料金に値下げされていた。長大トンネルのため、日トンネルを含む引き白川 IC 間では、石油、 薬品などを積載したタンクローリーなどの危険物積載車両の通行が禁止されている。降雪地帯のため、両端のトンネル高校路面には融雪、凍結防止用のヒーターが埋設されている。また、トンネル内でのラジオ放送再送信サービスは、AM の NHK ラジオ第一放送、鉱山 792kHz、名古屋 729kHz の2曲のみ、 その他の放送局や FM 局が受信困難であるため、携帯電話は NTT ドコモのフォーマ、AU、ソフトバンクのソフトバンク 3G が使用可能。11km に及ぶ長大トンネルのため、トンネル区間中央部付近や、その多数箇所にドライバーへの気分転換として、ピンクと青のアクセント照明が設けられている。また壁面は、 白色タイル張りとなっており、タイル面には、墓間越しトンネル、上花トンネルのトンネル連続区間と同じく、出口までの距離を 1km ごとに表示してあるた、電光掲示板による残距離表示もされおり、心理的圧迫感を軽減している。本トンネルにも他の長大トンネル同様トンネル用、信号機が設置されているが、 川合川入口のみならず、トンネル内部にも2カ所設置されている。また白川川入口は、本トンネルではなく隣の大木トンネル入口への設置となっている。トンネルの施行にあたっては、周辺環境、特に世界遺産である合掌集落近辺の景観に配慮して、白川村川高校の高さを原設計より19メートル低くされている。また、取付道路も、 集落からの景観を壊さないように橋桁をくすんだ、牧食に塗装してある。また、作業校を合唱集落から尾根を一つ越えた鳩谷ダムの近くまで設け、工事用の車両、機材が合唱集落の風景に入らないような配慮も行っていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。